夏美レイコのしゃべりリング。夏美レイコのしゃべりリング。プププしゃべりリング。あ、かわいい。でも恥ずかしい。これ何ですか。これ何？何をやってんだって感じなんですけど、はい、あのすいません、これやらされてますからね。そうなんですよ皆さん、はい、これ自らやっておりませんよ。しゃべりぐなんてもう言ったことがここ何十年もだから言ったことあるのか。しゃべりってさ、うん、使わないよね。使ってなくない。超ベリーグッドでしょっていう意味でしょ、うん、超ベリーグッドの世代じゃないよね。そうそう、多分それが死後になったぐらいの時じゃない、うん、だと思うんですけど、ね、はい、私たち2人の、ね、番組が始まったんですけれども、はい、タイトルのねチョベリグとさっきのちょっといたポーズから分かる通り、はい、平成の古き良き、はい、あのものを、はい、いろいろとね、うん、取り入れながら、はい、まあ、私たちも平成生きてきましたから、はい、そうですね、まあ、そういう話とかもね、うん、交えつつね、うん、やっていこうかなと、はい、番組が緩い番組がスタートいたしました。これ分かる。でもエッグポーズ分かる。分かるかな皆さん。分かります。ね、もうこういうのもさ最近ね、カタン、あ、これねカタンって出てきてるから、もうそう、これやってたんです。これやっぱりみんなエッグポーズ本当こんな感じで、みんなやってなかった。やってた。プリクラ撮る時ね。4人とかそう、プリクラ撮る時とかにやってましたけども、まあそういうのもやりつつね実践していくと。はい、なんかこの番組はルールとかあるんでしょうか。はい、この番組はですね全3回の実践で、まあ、合計定ま3万発を2人で達成することができれば、はい、豪華商品をプレゼントとゲットできる、あ、私たちがもらうってことですね。ゲットできるというシンプル企画となっております。商品があるっていうとちょっとね、そう、やる気が出ますから。やる気がねだいぶ出るんですけど、ただ3万発ってだいぶハードル高いかなと思うんだけど、難しいんだけども、一応ね、うん、救済処置的なものがあるとのことで、まあ、その辺はエンディングで発表ということなんですけども、そうなんですね。まあ、でもとりあえずプラスを目指してね、うん、はい、頑張りましょうっていう感じですかね。はい、じゃあね、一応平成をモチーフにしてる番組なんで、はい、まあ、チョベリグって使うかどうか分かりませんけど、番組内で。うん、はい、でもなんかそういう懐かしい言葉だったり、うん、ね、私たちね、一応1984年生まれ、はい、で同世代でやっておりますんで、はい、まあ、その昔のね、うん、あのまあ1990年代とかね、はい、その辺の会話をね、ね、話をしながら、で最近の話とかもね交えながら、はい、楽しく話しながらプラスを目指していきたいと思います。最後何これ。分かんない、どうしたらいいか分かんない。撮影協力店舗はビッグジッパー新橋1号店、この番組はとりあえずプラス定ま3万発を目指すよって番組だよ。はい、ということで、はい、大前来まして、今回私たち行くのは大好きな海シリーズ、イエーイ、おっきい海ファイブです。イエーイ、頑張ります。まあトークねしながらってことだからね、まあ、最初はねまったりしながらちょっとね、うん、まあ最新台ではないんですが、ないですけども、ちょっと楽しんでいきましょうよ。大好きな海、お互い好きだからね。そうだね、なんか懐かしい話をしつつ、なんかこうね、私たちあの花の84年生まれなんで花じゃないけど聞いたことないんだけど1984年です。結構多いしね、この業界ね。84年生まれ、え、いる？え、だってレオコちゃん、うん、モロゲンさん、まあまあモロゲンさんね、あといる？いないか。意外といないのよ。意外といないのか。そうなの。あ、そっか。二人はどんな二十歳だったのかな。二十歳とかが一番覚えてないかも。二十歳本当に覚えてない。二十歳が、うん、一番つまんなかった人生で。ああ、でもそれもわかる。そう、わかる、わかるわかる。私もそうかも。二十歳っていうのは2004年か。そうだね。で一番つまんなくって、うんうんうん、やっぱ年齢とか聞かれてさ、二十歳ですって言えるのその1年間だけじゃん。はいはいはい、はい、それはね、よかったんだけど、うんうんうん、よかったし、二十歳ですって言うと、いや今一番楽しい時だねって言われてたもん、うんうん、そうだね、だいたい言うのよ、うんうん、どこがだよって思って全然面白くなかった。二十歳ってこんなにつまんないんだってすっごい思った。私はやっぱりあの専門卒業して、うんうんうん、結局特に就職もせず、お
ちょうどこう何したらいいんだろうみたいな、ちょうど将来のね、そうそうそう、で別にやりたいこともないしみたいなので、ほんとバイト普通にしてたのがちょうど19、20歳ぐらいだったから、うんうん、私の中では結構嫌な思い出というか、うん、しんどいなって思ってた方が大きいかも。そんな遊べるとかはないし、ないない、お酒も そもそもあんま飲まないからさ、お酒飲めるとかってなることもないし。確かに私も専門通ってて、うん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 、その専門学校が地獄だったから。あ、そうなんだ。私の中ですごいいい思い出が友達できたぐらいしかなくって、本当に嫌だったから、うん、まあ、看護学校行ってたんだけどさ、本当に何一ついい思い出がないのよ、友達できたこと以外。はい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 。だからそれで地獄だったから。じゃあ嫌な思い出の19歳19、20歳。何歳で東京出てきたの？20歳。で、25。25か、うん、あ、ちょっと遅めだったんだね、東京出てくるのね。遅い遅い。それまで、うん、本当に東北の方で仕事をしたりしてたから。うんうんうん、うん、なんか私も 20と21の境ぐらいかなに出てきて、でも別に何の目的もなく出てきたから。おーおー、進学とかそういうことでもなく、仕事も関係なく、そう、なんかとにかく専門卒業をして、なんかアルバイトしてたんだけど、本当にやること何もないなと思って、で東京行ってみたいって昔から思ってたから、とりあえず行くなら今行っとかないともう行けなくなっちゃうなと思って、そうそうそう、とりあえず行ってみようみたいになって、来たけど別にそのバイトがあるわけでもないし、朝からパチンコ行ってたよね、近所の。その時から。ああ、いいじゃんいいじゃん。もう全然バイトも1ヶ月ぐらいしてないで何やってんだろう私みたいな、なんで私東京来たんだろうみたいな、あ、そう思いながらも。なるほどね。そう、でもこの時だから私まだパチンコ打ってないのよ。あ、そうなんだ。打ってないから今こう。え、全然打ってなかったの？全く打たない。その時付き合ってた彼氏は打つ人だったんだけど、もうむしろ絶対行きたくないみたいな、私は一緒に行かないみたいな。そうなんだ、うん、へー、意外と知らなかったんだそれは。あ、本当、うん、そうだっけ。で世間的にはその時って何が起きたの？2004年でしょ。みんなは19年前のこと覚えてる？ああ、一応2004年の出来事としては、日本で新紙幣発行されたのがここの時なんだ。でも2000円札だったよね。あったあった。あれいつだっけ？10代だっけ？うちらがだっけか。2000円札なんか2000円札さ、高校か中学校かだった気がする。まあちょっと使いづらかったじゃん、対応してるものも少なくてさ。人生で 2,3 回目しか見たことないけどあれ何だったの？なんか那須うまい取ってあるよ、ちゃんと。うん、取ってある。あれほんと何だったの？ヨン様フィーバー。でもそんな前って感じない？やってたもん、冬ソナが深夜かなって、はい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 、それこ それ19歳の時だよね。もう19の時に友達がすっごい面白いドラマあるって言ってきて、韓国ドラマなんだけどって言われて、私全然興味なかったから韓国に、はいはいはい、面白い海外のドラマってアメリカとかそっちの方じゃないの、ね、みたいな、うんうん、24とかあったじゃん。そう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 、それぐらいでしょみたいな、そう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 、うん、じゃないのみたいな感じだったから結構舐めてて。そうだね。すっごい面白すぎるって言ってたのよ、うんうんうん、したらそれがもうどん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 人気になってさ、ヨン様フィーバーみたいな感じでさなっててさ、韓国の先駆けなのかな、この今のね人気の。韓流ブームの先駆けではあるよね。そうそうそう、さあ、マツケンサンバね。マツケンサンバこんな前なのね。え、へえ、なんかあれだね、そんなに時間経ったんだ。ロリータファッションさ、なんだっけ、あの映画なんだっけ、 あのフカキョンね。そう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 、なんだっけなんだっけ、あれもうなんだっけ、あれがさ、もうさ、おばさんなのよ。そうなんだっけ、な、しもきさん、しもわか、しもつば、しもつば、しもつば物語よう出てきたねそうだそうだ、土屋アンナと、そう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 、あ、超気持ちいいもん、この頃か。え、そんな前なの？セカチュー、私このね、高視聴率テレビドラマランキング1位、プライド、キムタクですよね。はい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 、はい、もう大好きだった、はいはいはい、もうこの時のキムタクさんのドラマが一番好き、このプライドが。私ロンバケかな。あ、ロンバケ派か。セナかな。あ、セナなんだ。私ちょっ
ちょっとメッシュじゃないキムタクの方が好きなんだよね。私あれが好き。春、春、うん、春が大好きだった。やっぱなんかロンパッケなあのロン毛の感じが私好きってキムタクが。そっかそっか。でもなんかそんな前に感じないのが。あでも確かにオレンジデイズは20歳ぐらいってイメージある。あそうだね、なんか同世代、なんか大学生のものだったから、ね、妻夫木聡さんと柴咲コウさんとね、まあ大学のねあれだからね。そうそうそう。この頃のパチンコはどうだったんだろう。でパチンコ、まあ、人気機種か。まあでも私イエローキャブは知ってる知ってる。確かにまだこの時打ってなかったけど、私が打ち始めた時にまだかろうじて残ってたんだよね。いやでもなんかまだ全然わけわかんなく触ってたからな。エヴァね、これ初代のエヴァかなかな。496分の1だからね。496があったからね、ヤマトとかさ。そうそうそう、この中で人気機種の中で触ったことあるのは初代エヴァと仮面ライダーゴールドバージョンとイエローキャブくらいかな。私もそんな気がする。仮面ライダーとエヴァンゲリオンちょっと触ったかなっていう、うん、面白いけどなんかもうこれ見たらそんなに時間が経ってるんだっていうことへのなんかさ、なんか怖い怖いしちょっとショックだし、なんかさこの19年20年がさ、はい、こんな早いってさ、そうあっという間だったからね。あっという間にさ還暦だよ。どうする？あっという間だね。私本当にそういう風にしか思えない最近。結構夜寝る前に考えたりするもん。あでもあと還暦だ。10? あと何年？あと20年ちょっとか。1年で還暦だからか。だからあ私還暦だと思ってる。もう早いな。あっという間だよね。すぐだ。チョベリグ。夏美レイかな？えこんな感じだったの？わかんない。でもこれ今もだもん。なんか今さ、なんかこういうの型なんでしょ。どうしよう、なんか普通に、なんかこれとかやってなかった。これやってた、これこれやってた。あ、いいね。めっちゃあのプリクラで、これプリクラやば、前に出て、前に出て、やば。私はこの看護師になるっていう、うん、一応本当に本気になりたくて入ったんだけど、はい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 、やっぱり学校に入ってから、あれ魚群来た。おー、いいじゃん。魚群、当たってくれるかな。どうかな、当たるんじゃない。はい、あ、当たった。よし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 、久しぶりに私当たった。やったじゃん。まあでも4ですね。4でも嬉しいです。5000円です。93回転目です。さあどうかな、格変になってほしいね。そうだろうなあ。あ、でも何にも来ない。何か動物っていうか、はいはいはい、誰か泳いできてほしかったんだけど、ない。あ、一番寂しいパターンね。そうね、せめてあってほしいよね。ちょっと、うん、私たちはあんまり幸せな20歳じゃなかったんですが、はい、今20歳に戻れたら何がしたいですか。今二十歳に戻れたら、今二十歳に戻れたら何すんのかな。え、これ記憶はない。何が記憶はこのまんまで戻れたら楽しいですか。なるほどね。記憶はこのまんまで戻れたらどうする。金がないけど留学とか。あ、それだ、うん、それ、うん、海外か。英語、英語の勉強したい。英語の勉強はしたいかも、うんうん、私もなんか海外をもっと若い時からたくさん行けばよかったと思ってて。私もそれすっごい思ってる。もう私海外が怖いイメージしかなくって、うん、むしろ行きたくないタイプだったの。わ、うんうん、かるよ。そうなんだけど一回行ったら、え、もっと行っとけよかったって思って、ね、30歳の時初めて海外行ったからさ、はい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 。あと一回その海外の人とね、若いうちにちょっと付き合ってみたいとかもしてみたかったみたいな。本当。え、なんかこう異文化みたいな。確かにね、うん、異文化交流。いや、友達とかもそうだけど。そうね、友達欲しいよね。欲しい。あ、でも確かにもっともっといろんな人と遊んどけばよかったなって思う。そう、なんかやっぱり自分の成長にもつながるからさ、絶対価値観とか。うわ、びっくりした。え、ちょっとどうしたの。何こんないい、何めちゃめちゃいいじゃない。ありがとうございます。ちょっと
て最近こういうのなかったもんで。よかったね。びっくり。習い事を確かたくさんしときたかったかも。そういうので、それこそダンスもだし、なんかボイトレとか。そうだね、なんか選択肢いっぱいあった方がいいよね。やっといて、そうで、そこでつながるこう知り合いもいっぱい作っとけばよかったなみたいな。なんかさ、若い時にさ、こう飲みの場とかで仲良くなった人って結局さ、大人になってつながってることってさ、ほぼないじゃん。飲みの場って例えば何？なんか普通に若い時その飲みに出てて、遊んでて、そこで出会った友達とか。なるほどね。あ、そこで友達と出会うんだ。そう、なんか友達と2人で、2人とかでこう出てって、結局そこの飲みの場でまた別その子が連れてきた友達と遊ぶみたいな。あ、そうだったんだ。すごいかもしんない。26、7ぐらいまではめちゃくちゃそういう、その、そうなんだ、よくわかんない女の友達とよく本当になんか1回しか会ったことがないけど、なんか一緒に海行ったりとか。そうなんだ。でも楽しそうだけどな。そう、だからその時はその時でめちゃくちゃ楽しかったけど、やっぱりなんかその時の付き合いで終わっちゃうというか。そうなんだ。そう、やっぱ友達の友達だったりするから。そうかそうか。なかなかその長くその親友みたいになることがなくて。そっか。そう、そういうのも楽しいは楽しいけど、それとは別で、なんかそういう習い事とか、そういう自分のあれになる仕事とかにつながるかもっていう人脈が欲しかったなと思う。なんかやりたいと思っても何も人脈がないから、どうしてもね、ないんだよね、そういう付き合いが。でも人との出会いって人生変えるもんな。かなり変えるね。そう、だからそこで出会った人がね、やっぱりすごい人だったら自分の人生も、ね、また変わってきたかもしれないし、6です。残念よ。まあまだね。でもなんかもうもはや満足してるよ。いや確かにこんなに当たったの、早かったしね。早いから、それは嬉しい。ありがたいよ。2人が初めて会った時はどんな感じだった？二人が初めて会った時のこと覚えてますかっていう。二人で初めて会った時、美人、あと違うよ、ポコパチフレンドパーク私の初めての冠番組に、ゲストと来てくれたのが初めてだったね。そうだ ね、そこの出会いがね。で、まあ、同世代で、そうそう、同じ年でっていうことで結構親近感が最初から湧いてたんだけど。でもその時番号とか交換しなかったんだよね。しなかった。それなんでだ、なんでこう、なんかお互いそんなに聞いたりするタイプじゃないから。そう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 、だからそれはある。そう、どっちもね、そういうことにならずみたいな。なんか話はすごいあったんですよ。そうで、あ、めちゃめちゃ気が合うっていうのは喋ってて分かったんだけども、お互いなんかその一線を越えていいのかっていうのが分からなくて。なんかこう、私はそういうタイプ、言えないタイプだから、私も最初に、何交換しようよみたいな。そんななんかそこまで陽キャじゃないんだ。分かる分かる。でその後に美人解放区っていうね、二人の番組が始まりますってなってから、あったら聞きやすいよね。そうそう、連絡先交換してみたいな。お互いの印象はっていうことなんだけど、お互いの印象、でもやっぱり私はやっぱ明るいなっていうのが一番最初の、まあ、ポコパチフレンドパークの印象が強かったからだと思うけど若かったからな、あれ本当喋りやすいが一番だったかな。めっちゃ嬉しい。なんか私もそこうなんか私サバサバ系ですなんてかっこいいことは言えないですけどそんなに女の子らしくないから。あ、そうね、そうです。いや、こう見えてさ全然サバサバしてんのよ。だからなんかそれって喋ったらめちゃめちゃ喋りやすいと思って。喋りやすいと思ってくれたらめっちゃ嬉しい。めちゃめちゃ喋りやすかった本当に。私はね、同じ年なのにね、大人っぽいなと思ったね。あ、なんかそうなんだ。そう、私自分がそんな大人っぽくないというか、なんか見た目も昔から10代に見られたりとか、なんか見た目がそんなに大人っぽくないのよ、昔から。見た目もだし、中身もなんか
落ち着いてないから、あ、明るかったのね、元気だね、元気すぎるというか、そうそう、元気キャラ、元気キャラっていうか元気だったもんね、元気すぎるよね、うんうん、だから落ち着きがないかったからさ、うんうんうん、やっぱりなんか、あ、落ち着いてるなみたいな、憧れるわみたいな、なんかそんな自分が落ち着くことなかったからいや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 、なんかそういうのはね、うんうん、結構高校の時とかも憧れたもんね。ああそうなんだ、うん、落ち着いてる子、あれなんかまた、そう、何何ちょっと何どうしたの、いいじゃない、えとやれるじゃん、そんなことやある、石で当てちゃえ、この私が石で当てちゃえ、あ、さすがに、さすがにさすがに、え、あー、そういうやつな、そういう、そう、これが時短中のな、まあしょうがないね。でもあの一番最初に会ったのってもう何年前になる、言われて私30歳の時だったから、あ、こっちが、そうなんだ、そうだから9年前ぐらい、結構前だけどもっと長い気もする、うん、まだ10年経ってないんだって、経ってないんだ ね、確かに長い気もするし早い気もするけど、うん、いろいろあった、そう、あっという間ではあるんだけどすっごいいろいろあった、いや、なっちゃんはまあ本当に重ねたよね、いろんなのギュッとね、いろんなの経験してるね、3年ぐらいでギュッて、なんかそう、結婚、出産、離婚してるからね、この10年で。だから29の時はで会社を辞めるとかもあるじゃん、そうチャンス目入りました、今日初のチャンス目です、いいね、海モードで早い、あー、くれないか、魚群はびっくり、あ、でも終わった、私は抜けましたと、はい、頑張って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 、行かないで、あ、一回だもんな、魚群がね絡めばね、そうだね、しゃべりぐ、あ、音符、おー、そっか、音符なのに、音符でちゃんと、音符だからスーパー行かない方がいいから、うん、どうしたの、あ、でも、一個ちょうだい、そんなに伸びてはないんですね、一個ちょうだい、ありがとうございます、136回転目ありがとうございます、どうしたの今までの、すごい反応めちゃくちゃいいね、なんか今までの多分ごめんなさいって言われてんじゃないの、ひどすぎて、まあ、さっきね魚群も外しちゃったしね、まあ、っていうのもあるしね、うん、この後は当たらなかったです、でもさ、そもそもチョベリグって言ってるけどさ、ギャルだったの？で、全然ギャルじゃないよ、うん、私もよ、あのね、ギャルになりたいと思ってなかった、別に、うん、そう、なんかあゆにはなりたかったけど、うん、わかるわかる、あゆってギャルじゃないじゃん、ギャルなんだけど、そうだね、なんかしゃべりぐとかエッグとかのそっち系のギャルじゃないもんね、そうそう、あの、そうそう、私、肌焼きたくなかったから、わかるわかる、同じく、そう、だからああいうそのヒサロとかも流行ってたじゃん、うんうんうん、全然行きたいと思わなかったし、うん、日焼け止めとかも塗ってる方だったから、うん、ゴンギャルみたいなのね、ヤマンバとかそっち系とかも絶対ないし、そうそう、全然それも、だから何の私エッグ買ったことないもんだから同じく、そう、あの表紙とかでポップティーとかそっちの方じゃない、そうそう、ポップポップ、どっちかと言ったらね、そうそうそう、だからなんかそのちょっと違うんだよね、そのいっぱいここにさ、ザラザラここにつけてる、つけてるとかね、とかっていうのも全然、そうそう、したいとも思わなかったから、そういうギャルではなかったし、そうだね、なんならその校則とか厳しかったからルーズもダメだったもん、うち校則でルーズもダメだったけど、うん、ただ私ね、どっちかというとね、ハイソックスがそもそも好きだったから、あ、そうなんだ、そう、すんなりハイソックスで受け入れて、でも髪の色黒うんうん、は徹底して守ってた、それ以外はそれ以外はやってたけど、いろいろ、でもこの髪の色さえ守ってれば結構目立たないのよ、あ、そうなんだ、化粧してようかパーマかけてようがスカート短かろうがそんな言われなくて、確かに金髪って一番わかりやすいもんね、そう、もうパッと見茶髪してるってだけでやっぱ目つけられるから、うん、そうだね、そうね、うちも全然ハイソックスがもうデフォルトで絶対ルーズ履いちゃダメだったから、一応仙台の街に繰り出すときはルーズに履き替えるけどみたいな、うん、あ、そういうのも、ね、やってる子いた、そうそうそう、いた、友達でいた、あった、全然ギャルじゃなかったね、でもちょっと憧れは憧れというか、それこそさ、その当時ショップの袋とか流行ったじゃん、ラブボ持ってた、ラブボの鏡持ってた、ピンクのやつ、ピンクのラブラブのさ、そうそうそう、とかの
鏡持ってたんだけど、最近またラブも流行ってるでしょ。そうそうそう、また流行ってて、しかも鏡ね、ガチャであるよね、あのエッグのガチャがあったり、 あとラブボの鏡の本当ミニ版のガチャがあるの。それ欲しい。そう、すっごい可愛いの。懐かしい。アルバローザとかね、アルバローザ、ローザ、それショップとか、そう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 、エゴイストのショップ、そう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 。まあ、それこそまだあるけど、セシルとかね。セシルも結構やっぱり中学校の時とか、ね、エゴイスト、セシルとか、なんかそこら辺のショップは、そう、ニコ持ちする時のバッグはそのバッグだったよね。わかる。でなんか体操、体育着とか入れるやつとか、そういうの、そう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 、なんかそ の, あの結構なんかこう絞るやつ、ね、そう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 、あの巾着型のスリールね、あれが重宝すんのよ。そう、めっちゃわかる。やっぱ県違っても同じなんだね、そこは。そうだね、だってそれが欲しくてそこの服買うもんね。 その服それが一番の目当てなのよ。そう、懐かしいな。懐かしいよね。なんか20歳ぐらいに戻るのあれだけど、高校生をちょっともう一回味わいたいはあるかも。あー、確かに。ちょっとだけなんかやっぱ勉強も嫌だから。高校生ってやっぱりなんか違うよね。そう、もう特別だよ。特別だよね。だってディズニー、制服ディズニーとかやってみたかったもん。わかる。わかる。確かに、ね、マジそれ本当夢で憧れるよね。あのやっぱりディズニーとか大人になってからさ、うんうん、たりする方が多いけどさ、うんうんうん、10代の頃って東北って離れてるし、お金もないから、うん、本当なかなか行けなくって、うん、で大人になってからさの方が多いわけよ、ディズニー、はいはいはい、でさいるじゃんね、はい、関東近辺の高校生がデートとかしてんじゃん、そう、ね、いいなと思ってさ、いいなと思うよね、1回でいいからやりたかった。あと高校生で渋谷で遊ぶってさ、すごくない？いい、羨ましい。もう自分らの時代は本当にあのイオン行くかみたいなくらいのさ、いやレベルだったから。私だって秋田のポポロードでポポロードっていうなんかちょっとね道があるんだけど、うんうんうん、そこに椅子に座って喋ってるだけだ。そうだよ、そういうのがもうね、ロッテリア、駅前のロッテリア。でもそういうのがさ、もうなんかすごいことだったのにさ、この渋谷とかでさ遊んでる高校生って、もうなんかあとカラオケ確か行くとこないよ ね、 あとは、あの秋田にもフォーラスがあったから、もう大体フォーラスに行くみたいな。そうだね、なるほどね。2010年、そうだね、私個人としては、まあ、この業界に入ってでなんか金髪でしたね。なんか夏はそうだね、出てきた頃金髪だったよね。だからそれは正直辰巳出版でお仕事する前に、もうそっちをまず自分で受けに行って。そうなんだ。そう、それこそジャンバリさんのところで打ったりしてオーディションしてみたいな。はい、よし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 、これはそうや、よかったよかった。早く決めポーズやって、決めポーズ。ショベリグー当たれ、 OK、 やりました、ショベリグー。さあどうでしょうか。ガンバガンバガンバも結構だ、結構じゃない、ね、ガンバもガンバもうやめて、もうなっちゃうガンバ。もうさ